こんばんは、マサトです。こんばんは。ダイエット優勝の時となりました。で、お祈りいたします。天の父の神様、与えた湯の糧を感謝します。用意された妻に感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。ああ、中華。はい、もう月曜日から切ってますね。風呂上がって、あと、食事ですね。ちょっとお茶を。今が、8時半、もうすぐ8時半ですね。はい、湿度が 60% 切ってますね。気温が28度超えてますね。仕事は6時半上がりですので、約2時間経ちましたね。2時間経って、夕食ですね。はい。今日は、少なめのサラダですね。サラダに、これは鶏かな、肉のですね。明日のお昼のにも少しお分けしました。で、納豆ですね。はい。完全なダイエット夕食かなとは思いませんけど、はい。株価の暴落が このタイム V 行きたいですね。なんか、すごいですね。もう紙の水を知るって感じで。ブラックマンディって言いましたけど、今日もマンデーですね。8月の息子、ヨネさんも週明けには1000円ぐらい下がるだろうって言ったけど、3日連続で4000円。高値です。つかみ取り、
4万5万の行って、明日も2万5千円、2万反転するか、はい、今日は軽めですね、軽めでちょっとおやつが控えてますけど、4万1000円日銀の上田総裁のこの利上げ 0.25 は良かったけど、記者会見が失敗というか、その後からまた利上げを匂わすようなことを言ったので、ということで、まあ結果的に日銀のせいに、そういう長いみたいが、ブラックマンデー、木金どうかな、そしたら先週8月に入ってアメリカの景気も良くないということで、ロネさんはもう今が買い時ということで、いつ来るか来るかと待っていて、8月ですね、はい、なんか酔ったですね、3万9000、4万1000、一気に3万1000、2万5000で買った人は3万1000でも、あれですね、利益出てるから、売るんかな、2万5000円で仕入れてしても今の3万1000円で売って利益が出てるって感じですよね。結局あれかな、ババを掴まされたのは高値を打った一般個人投資家で、どんどん相場が上がって上がってるだけに、
買って一気にまたプルプル下がって、このSO 5000円になるか2万5000円になるか予想がつかないですね。上がって4000円反発して3万5000円、また4000円、3日、4日連続、5日連続暴落するか。そろそろ睡眠が来たですね、睡眠が、はい、もう言葉が出ないですね、はい、茶飲みながら、はい、こんばんは、マサートのこのダイエット飲食さん、今日は ダイエット飲食ですね、はい、マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の、こんばんは、ダイエット飲食でお会いいたしましょう。マサートでした。シュガネツ、パッションブルー、シャロム、シャロム、シャロム。